リアドのパティオ右側のパティオと左側の部屋とをつなぐ、回廊部分リアド。リアドは、モロッコに見られる宿泊施設の種別。リアドとは、アラビア語で、庭や、邸宅を意味し、その名前の通り、古くなった邸宅をリノベーションし宿泊施設としたもの。マラケシュ、フェズ、エッサビラなどにあるリアドが知られる。ベースとなる邸宅の起源について、 現地観光ガイド専門学校の講師作詞、モハメットによると年内は12から15世紀あたりに、遡り、レコンキスタの進展に伴って、イベリア半島を追い出され対岸のモロッコへ移住してきた人々のうち、裕福だった人々が建設した邸宅であるという。イベリア半島のアンダルスとモロッコのテイストの混ざり合った建築が特徴とされる。 それ以降も有力者がこの手の邸宅を建設するケースはあったが、維持管理にかかるコストが無視できないレベルのため、20世紀末までは相続しても手放したり、放置したりする者たちも多かった。この金食い虫を宿泊施設として利用しようと考えたのは、フェズデラ・メゾン・ブルーを経営するメヘディ・エル・アバディという人物が最初で1997年のことであったとされる。 邸宅を転用し宿泊施設にするアイデアはヒットし、2017年にはフェズだけで150件ほどのリアドが見られるようになっており、マラケシュ周辺では欧米人が経営するリアドも増えている。ラメゾンブルーの最初の客は日本人だったというが、エキゾチックな雰囲気に見せられた欧州からの富裕層が主要なターゲットとなっている。数が増えれば玉も石も増えるということか。 必ずしも、エキゾチックやフレンドリーなだけではなく、手頃な価格帯のリアドでは押し売りなどといったトラブルも発生しているそうである。施設の構成について、リアドは基本的にパティオを持つ。ほとんどのリアドは高層ではなく2階建て程度までであり、概ね6から8メートルの高さである。外壁は装飾のほとんどない分厚い壁からだからなる。 外壁に開いた入り口から細い屋内型の通路を経由してパティオに至る。パティオは吹き抜けの明るい空間となっており、内壁には装飾が施され、いくつかのアイテムが設置されていたりもする。内壁の装飾は例えばカリグラフィーなどで、床面には噴水や植物といったアイテムが設置されている。各部屋へはこのパティオからアクセスできる。 食事はパティを共用して取るので、スタッフや他の宿泊者との交流も必然的に行われることとなり、これもまた人気の理由の一つとなっている。ありがとうございます。